はいえそれでは引き続き質疑を行いますえなおえ午後5時を過ぎておりますけれどもえこのまま委員会を続行いたしますのでご了承願いますえまた円滑な委員会運営により一層皆様のご協力をよろしくお願いをいたしますえそれではあの保育園の紙おむつについて橋村委員どうぞ。 橋村えー、保育園についてのこう質問に入る前に、まあ、関連をいたしましてね、一言申し上げたり、要望しておきたいと思います。えー、少子化が加速する中で,です、ね、この多くの保育施設で、えー、定員割れが生じていることは、まあ、この委員会でもたびたび議論をさしてまいりました。まあ、そうした中、まあ、我がが会会派のののの多く議議員がです、ねまあ、本会議の代表質問で保育園等の 定員ルールについて、状況に応じた柔軟なルールの適性化を求めたところであります。市長からもスピード感を持って具体的な検討を進めるとの答弁をいただいておりましたところ、現在、実態に見合った柔軟な利用定員の引き下げに関する新しいルールについて、京都市としての考え方を まとめているところとお聞きをいたしておりますのでまあ関係者等に丁寧に説明をしていただくように要望をしておきたいなと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではあ保育園の紙を持つについてお伺いをしたいと思います、まあ、先日、えー、使用済み紙を持つの処分方法についてまあ京都市が民間保育園の実態把握のための 本件に関しましては、本年2月歯会の予算委員会で、我が会派の森田守議員も指摘をしておりましたが、まず今回の調査ですね、実施をされた経緯、および調査結果の概要をまずお聞かせをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、梶山養護総合支援室長。 はいい、えー、ありがとうございます、えー、あの保育園における使用済み紙おむつの処分方法についてでございます。今回調査いたしました経緯としましては、えー、今年2月市会にお予算委会における森田守議員からのご指摘やまたあの紙おむつをです、ね、園で処分することへの保護者ニーズの高めなどを踏まえまして市内民間保育園等における紙おむつ処分の実態について調査を実施したものでございます。えー、調査結果の概要でございますが 紙おむつを使用している保育園の約6割小規模保育所事業等の約7割が円処分を実施しておりましたまたあの保護者から経費を徴収せずにですね、各園の経費で対応しているというところが保育園の9割小規模の約8割と大部分を占めておりますなお平均の処分費用は月額1万円程度またあのこういったことがあの分かりました以上でございます橋村委員 2月1回の、ね、森田守議員の質疑ではです、ね、公営保育所においても、ね、期処分を検討するべきと指摘をされておりましたけれども、この公営保育園における対応方針についてはいかがですか梶山市長、はい。ありがとうございます 現在、公営保育ね14か所ございますけれども、保護者に紙おむつの持ち帰りを依頼しております、この度の民間保育園への実態調査に合わしまして、園処部の実施に必要となる追加経費の試算をいたしましたところ、す既にある既存の予算の範囲内で対応可能であるということが分かりました。 あの民間保育園でもですねまあ一定数の園が園処分を実施していること、またあの他の政令市でもですね園処分を実施している効率園が多いことも踏まえまして、保護者支援を充実するという観点から、各園および廃棄物収集業者とのですね調整等が整い次第い、公立保育所の全員において園処分を開始していきたいというふうに考えております橋村委員。 保護者支援の観点からもです、ね、円処分の実施は一歩前進したなと思うわけであります。先日の新聞報道では、民間保育園に対する支援について、保育園連盟を通じて、各園に配られる補助金の一部を充てられるか、連盟が検討中のことでありましたが、当該補助制度が各民間にとって使いやすい 補助制策となるようにですね、まあしっかりと要望しておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えっとここについては以上です。はい。はい、ではこの件に関連して他にございませんか。いいですね。はい。ないよですので続けて子ども医療について橋村委員どうぞ。はい。<laughs> はい橋村委員。 続きまして子ども医療費についてはです、ね、市長の公約として、さらなる充実が掲げられておりますが、またこの知事の公約においてもです、ね、京都子育て支援医療助成制度をはじめとする福祉医療の充実が掲げられているわけでありますけれども、現在の動きはどのようになっているでしょうか。 塩山子ども若者未来部長、はいえー、子ども医療についてでございます、えー、京都府の6月補正におきまして、えー、福祉医療制度あり方検討費が計上されましてこの7月の26日に議決されたところでございますあの福祉協調で実施しておりますあの子ども医療をはじめあの福祉医療制度のあり方を検討します、えー、これはあの府下市町村等が、まあ、構成員とします検討会議が今後設置 えー、開催される予定でございます八村委員まあそれを踏まえましてですねまあ、具体的な見直し案やですね、スケジュールは示されているのかまた現時点でですね、えー、京都市としての拡充はあるのかその後についていかがですか石山部長はい あのまあ、具体的な見直し案等についてなんですけれども、あの今現在はまあ府の方であで検討を行うためのまあ予算がまあ議決されたというところで、あの具体的なその見直し案やスケジュールについてはまだ示されておらず、まあ、今後、示されるものというふうに考えております。であのなお前回のあの子ども医療の 拡充を行った際のスケジュールで申し上げますと、その検討会議を設置した年度内に方向性をまとめて、その翌年度に拡充を行っているという状況でございます。また、本市としての,その拡充案についてなんですが、もちろんこれ、拡充するという考えでございますが、具体にちょっと案が今あるわけでございませんでして、このあり方検討会議でその協議する中で、案を検討し、本市としての考えや意見、 行っていきたいというふうに考えております。橋村委員、まあ子ども医療費はですね、まあすての子育て世代が利用できるまあ子育て支援政策としてですね、まあこれまでから福祉協調で取り組んできたものであります。このあり方検討ということでありますけれども、えー、少子化が進む中でさらなる充実が必要とされてまいります。まあ、一方でですね。 以前司会で決議した真に持続可能な制度とする観点等も不可欠であると考えますが、京都府と京都府とですね、しっかりと連携を深めてですね取り組んでいただくことを要望しておきたいなと思います。これについては以上です。はい。それではあの引き続いて子どもの医療費について川井委員どうぞ。 はい、今もお話がありました、私からもあの、子どもの医療費についてですがあの、先ほどもありましたように、現在よりも拡充するというのが市長の公約でありまして、検討状況や、府京都府への、京都市からの要請状況、またあの、府との協議状況はどうなっているかを伺いたいと。 思いますあの重なっているところもあるかもしれませんが、えー、昨年11月10日に私、この問題で質疑したときに、塩山部長からは、京都府との協議状況について、この場でご報告させていただくような状況ではないと言われましたけれども、京都府の方と協議を進めて検討していきたいというふうに言われてました、このことについて、まず答弁いただきたいと思います。塩山部長、はい、あの私その当時 答弁させていただいたのは、まあ、あの京都市としてまあ子ども医療制度を所管しているわけですので、まあ、そこの実施の状況についてあのまあ京都府の方に共有をさせていただいていますということで申し上げさせていただきましたであの具体的にでは拡充についての議論しているかということに関してはまだその当時は具体にしておりませんでしたので、まあ、今回このえ京都府の方でこの検討会設けられるための経費 計上もされましたそれに基づいて、あの京都府の方とも協議をしていきたいというふうに考えておりますいいあの京都府の方に、京都市としては具体的にこういうふうにしたいということで、えー、検討してほしいというようなことは言われてはいないということですか白山区長。はいああののおそらく先ほどのあの ちょっとこの間の話の中でも、京都府に確認したら、京都府とはその協議はしてないという回答もあったというふうにちょっと承知してるんですけれども、あのそれはあの具体の拡充に関しての、まあ、議論についてはまだしてないということで、それについてはあの京都市としてもそうでございますで言いますと3歳以上のいん。の 通院の医療費、これについては1500円までは自己負担となっているんですが、この負担をなくしてほしい、軽減してほしいという市民の願いがあるということについては、あのご存知だということは言うまでもないことだというふうに思います。 受診控えなどもあるということも聞いてるんですが、一方で、子どもの発熱には早めに受診したいというのが、あの親御さんの気持ちだというふうに思います。で加えて、あの物価高騰の中で、いろんな施策があるとはいうものの子育て、子育て中の家庭の家計は厳しい状況になっています。でお金の心配をせず早めに医療がが受けられるとということが あの子供の命守る健康を守るという点からも本当に大事になっているという,ふうに思いますで。そういう中で、あの他都市他の自治体の状況ですけれども、えー、長引くコロナ禍で子どもたちの体調や精神面に影響が及んでいるということも鑑みて、これは朝日の新聞のところですが、東京都は 3年間に限りということですけれども、今、中学まで対象としている医療費の助成来、来年の春から高校にも広げるという状況がありますし、近隣のところでいえば、えー、兵庫県の中の,あの都市の中でも、子どもの医療費の拡充、この時期にあのやろうとしているところがあるということをあの知りました。えー、子のの家庭の状況で言えば 本市の家庭についても同様だというふうに思っておりますので、一刻も早い制度の拡充を求めたい、やはりあのこの自己負担の部分を、ね、なくしていくで、中学校卒業まで少なくとも拡充をという,うに求めたいと思いますが、この点、いかがでしょうか本市の子ども医療費の支給制度につきましては、えー、国による補助制度がない中、まあ、福祉協調のもと 子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくりを進めるということで、まあ、子育て家庭の医療費の負担軽減を図ることで目的に、まあ、この間、あの8度にわたる拡充を行ってきたところでございます。さら、まあ、なる拡充につきましては、あの限られた財源を重点的に配分することで、まあ、現実的かつ計画的な制度の拡充に努めるべきとする岸田会のご意見を踏まえまして、真に持続可能な制度となるよう、あの京都府の方とも協議を行い、 あの拡充の方を検討していきたいというふうに考えております、はい、この期に、本当にあの急がれることだというふうに思いますであの、えー、今月の5日に、京都府知事と市町村長会議というのがありまして、その中で、亀岡市の桂川市長は、風全体で18歳までの医療費の無,料無償化などを提案したということがあの新聞報道で。 見たんですけれども、こうやって具体的な提案も、あの自治体からされている状況があるわけですから、本市からも、えー、京都府にも積極的に働きかけていただきたいというふうに思いますし、市独自での検討も必要だと思います。でさ先ほどあの、医療のあり方についてね、府が検討されるという話があったんですが、まあの、今は子どもの医療費の拡充を求めているわけですが、それと抱き合わせで、 あの高齢者の医療の、ね、ことについても議論されると思うんですが、そういったところの、えー、充実こそ必要で、抗体ではなく、あの高齢者においても、えー、子どもの医療においても前進するその方向で、ぜひ検討をしていただきたいし、本市から声を上げていただきたい、このことも改めて求めまして終わります。 あの以上の質問に関連してほかにございませんかはい内容ですのでえ続けて集いの広場について橋村委員どうぞ、はい、橋村委員はいえっ、ー、とですね、えー、小はこのまあ 交流などを、ね、行っているこのつのいの広場について確認をしておきたいんですけれども、これはぐみプランでは、乳幼児の子育て支援機能が身近にない地域において、このつのいの広場を少なくともです、ね、年に1箇所程度、新規に確保するとされておりますけれども、昨年度は先京区と下京区の2か所で新たに設置をされましたが、 ま今年度はどのように設置が進められているのかについてご報告お願いしたいと思います。石山部長、はい。あの今年度1箇所の新規開設するということで予算確保させていただいているところでございます。あのこれまでと同様に具体的にあの設置するあの地域についてなんですが、まあの地域内のその入用時の 数であるとか、ま周辺のその類似施設等を考慮してまあ優先順位につけた結果上京区の西新中央小学校区を中心とする地域一帯がまあ最も優先度の高い地域であるというふうに考えております。あの、公募型のプロポーザルであの選定した委託事業者にあの事業を行っていただきますので、あのこの後、公募発表の上、8月22日からあの広報発表して、えっと事業者の募集を開始したいというふうに考えております。 村委員さらにですね、今後のスケジュール、進め方について、分からない範囲で答弁をお願いしたいと思います。代山部長。はい、8月22日の募集開始後、外部有識者の方にも事業者選定にご参画いただきまして、スケジュール的には12月上旬には事業者を決定した上えで、1月中の事業開始を目指しているところでございます。橋村委員 この集いの広場はです、ね、乳幼児の親子が気楽に集いです、ね、交流を図るとともに、育児相談などを行う場でもありますので、まあ、子育てしやすい環境づくりの、ね、充実に向けて、新たに拠点が、ね、できていくことは大変まあ心強い限りでありますので、まあ、地域関係者、機関としっかりと、ね、連携していただきまして、地域に根ざした取り組みを 進めていただきますよう引き続きよろしくお願いをしておきたいなと思います。えー、以上です。はい、終わります。はい。ではあのこの件に関連して他にございませんか。はい。内容ですので、えー、次に、えー、保育士処遇改善交付金申請について倉ラタイどうぞ。 はい、倉田委員、よろしくお願いいたします。えっと今日は、えー、保育士処遇改善交付金の申請との関わりで伺っておきたいと思います。あのー、この間あの保育関係者から、まあ一つは内閣府が示してきた保育士、幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業とまあ。 あのこの申請がす、ま、で、あ、に行われていることではありますけれども、まあ、あの保育園の、えー、人件費およびさまざまなあ費用を兼ねた、まあ、運営の今後、将来像をどう見据えるかといったときに、まあ、本市の,、まああの補助金の減額が執行されているということがベースにありますので、さまざ、あ、まなあの不安の声、要望をいただいているところです。でそこであのまず えー、この内閣府が示している事業ですけれども、この事業の実施要を見させていただきましたが、賃金改善の要件に一つは、原則令和4年2月からの賃金改善を実施するということですね、まあ、本市においては、2段階で2月、3月という部分と、4月から9月ということで、2段階方式での申請の受付をするということになっております。 2つ目が、月額9000円の賃上げ計画書の作成を行い、提出をするということですね。3つ目は、補助額が職員の賃金の改善、これに伴い、増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てることということになっています。でそこでまあこでれらを加味して それぞれの園が申請をされていることだと思いますけれども、現時点での申請状況について、まずお答えをいただきたいと思います梶山市長、はいえー。保育士と処遇改善臨時特例事業についてでございます。あの今年の2月月から9月まで実施されている 保育士等処遇改善理事特例事業でございますが、事務的続き上、ですねただいまの委員からご指摘ありましたとおり、令和4年の2月から3月分と、令和4年の4月から9月分に分けて申請していただいております、いずれもですね申請率につきましては、全施設のうち98%程度と、ほとんど全施設からご提出いただいております。 はい、えっと、98%ということであります。現時点、まあ、412円ということで、まあ、事例に伺っているところですが、この残り2%っていうのは、どうして申請されていないのでしょうか梶山市長はいあのちょっと個別の円の事情にございますが、あの一部の円につきましてはですね、えー、と昨年度分がですね、 実施が必要なんですけれども、えー、と昨年度ですから、令和4年度の2月から3月分の実施が必要なんですが、まあ、これがちょっとあの実施できていなかったりですとか、あとはですね、えー、と各施設の判断で申請を見送られるというところでございますそれぞれの個々の事情ということだということではありますが、そこであのもう1点ですけれども、あの当然、各園における 賃金の引き上げ計画書というのは、職員1人当たり、例えば月額の賃金、まあ、それぞれの年齢や経験によって格差はあるでしょうし、各円の基準のあり方というのは微妙に違うというふうに思いますけれども、1人当たり月額9000円の補助金、要するに賃金が引き上がるということを、これ、あのまあ、狙った内閣府の事業ですけれども、あの そのことが収入されるということを当然前提として作成されているということで、これは間違いないでしょうか梶山市長。はい 各園の方でです、ね、この制度、そもそもなんですけれども、令和3年度よりも令和4年度の賃金総額を増やさないといけないというのが大前提でございます、ですから、各園の方におきましてです、ね、令和4年度の賃金を令和3年度より増やすというもとに、計画が策定されて、申請されているというふうに理解しております。 あのそういうことだと思うんですけれども、あの京都市の方で事前のまあアンケートなども取られ、そして QA なども出されておりまして、一部見させていただきましたが、要するにその、あのまあ、基本的には、えー、月額の賃金が引き上がるということが、まあ、基本的な考えだと、これ、内閣府の事業の、えー、スキームとしても、そこに狙いがあると思うわけですけれども、しかし、一定の条件の緩和が、 これれ行われていると要するにあの、まあき、基礎給与が上がるということは、その後の一時金ですね、まあそう、そうしたものにももちろん連動するわけですし、そうしたことなどを包括して、各園がその賃金の引き上げの計画をどう作っていくかというところの詳細なんですけれども。 私どもは基本的に一人一人の現場の職員の処遇を改善するということが目的ですから、例えば、その、えー、賃金の引き上げ具合がですね、場合によっては若干傾斜が起こったり、あるいはそういう園における自由裁量の部分で、えー、そういういくつかのこう、あのー つらい地で、すべての人が9000円オンするということにならなくてもいいというような条件になっていることについては、これ、もともとの内閣府が示しているあのこの制度のスキームと、少し相ごが生じるというふうに懸念しますけれども、いかがでしょうか梶山。 今回の賃金改善ですけれども、賃金の改善額のです、ね、3分の2以上は月例の毎月のです、ね、給料ですとか、手当ですとか、そういったもので改善してもらうということでございます。こういった要件にです、ね、合致しているものについて、今回の補助制度の対象となるものと思います。せっかくの あのまあ保育士等の処遇の改善点は、やっとこう社会的なコンセンサスになり、そしてまあ国を挙げて、こういうまあ事業が作られたということですから、事業の実施主体は市町村、市町村というか京都市、本市であれば京都市ということになりますので、その京都市において、漏れなく賃金が引き上がる、この事業の狙いがきちっと成立できるように、 あのこれはしっかりと、えー、指導、支援をし、見届けるというところをしっかりやっていただきたいというふうに思います。 でそれからあの、まあ、もうすでに8月に入っておりますが、では9月まではあのそういう手続きになっているということですが、10月以降について、まあ、この間、あの一定、京都市としてもあの考え方はあの示されているということではありますけれども、あのお聞きしますと、えー、国が今後は公定価格の仕組みということで、えー、そういう中身で、えー、スキームを検討しているというふうに伺いますけれども、 えー、これについての、えー、まあ本質としてどうあるべきかという考えはお持ちでしょうか梶山市長はい、えー、今回の事業でございますが、えー、9月までの、えー、次元措置でございます、えー、10月以降につきましては、えー、工程価格に組み込まれる形で、えー、継続すると いうふうに聞いておりますので、えー、引き続きですね、あのまあこういった職員処遇にも影響することでございますので、あのすでにですね、7月末には各園の方に周知をしているところでございます。あの私どもえっとまあプール制をはじめとしてですね、国に先んじて処遇改善に取り組んできたということがございますので、あの必要な予算措置等につきましては今後も継続して国に対してお話し,していただくというふうに考えております。倉田委員。 しっかりとこれをすでに、まあ、9000円というのが妥当かというところでは意見がありますし、さらなる引き上げということがしっかりと行われることが必要だと思いますので、その立場で国に対しては望んでいただきたいと思います。ただ同時に、あのまあ、保育園関係者などのこの間の切実な声ですけれども、あのまあ、京都市においては今後9月分までの 各園の計画に対しての報告ということで、まあ、実績の評価をされるということだと思うんですが、それをもとに国に交付金申請するという流れというふうに伺っていますけれども、あのまあ、各園においては、そもそも今年度の京都市の、えー、民間保育園に対する運営補助金があの減額をされ、そしてその影響ということで、えー、前回求めました資料が提出されましたけれども、 令和4年度民間保育園等への人件費等補助金における各園の年間交付予定額一覧を見ますとまあかなり減額になる園が多いということで改めてまあこういうことがベースとなってそして国のそういうあの人件費えまあ交付をするということがねまあ京都市の いわゆる補助金もつら、えー、い地下、あるいは多少上がりながら、国の人件費補助という交付金が乗るのであれば、これはあの非常に大いにね、えー、人件費をきちっと保障し、賃金を引き上げるという土台がしっかりするわけですけれども、まあ、京都市の補助金そのものが減額になり、そしてすでにこの京都市独自の年間交付予定額が引き下がると。 いう縁にととりますと、ね、やはりあの、えー、今後の園の運営、人件費の確保、そしてそのことをもって、あの必要な保育士を確保し、養成していきたいと、どの園もが考えておられることだと思いますけれども、この事業の,あの土台が本当にあの揺らぐということが言えると思うんです。 そして2022年度、まあ、予算で、えー、本市は京都市行財政改革ということを、一つのまあ理由として、ですねこの民間保育園補助金カットというものを行ってきたわけですけれども、しかし今般、2021年度決算見込みで、まあ、500億円財源不足と言われてましたけれども、100億円の黒字が見込まれるということですからね、あまりにもひどいんじゃないかと。 いうのがまあ率直な私ども思いですし、また、園の関係者にとってはですね、こういうことで、皆さんもそうだとは思いますけれども、あのいろんなあの資料の作成に追われつつ、しかし、国の交付金は受けたいけれども、それは見込みながら計画は立てるけれども、将来的に本当に安定的に園の運営が賄っていけるのかっていう不安があるというところはですね、私、しっかり、 あの保育を司る子ども・若者育組み局の担当者として、しっかりこれ、市長に意見していただきたい、やはりこれ、削った補助金を元に戻し、国と同時に引き上げるぐらいのね、私の構えをぜひ見せていただきたいという,うに思いますが、いかがでしょうか。山市長、はい えーまあ、そもそもの、えー、と今回の新制度の構築にあたりまして新たな人権補助におきましてはです、ね、保育士、調理師等の職種別に人件費が十分に行き渡るようにということで制度整計がされております、まあ、一方で,です、ね、新制度におきましては一定保育士単価にです、ね、あの上限を設けておりますので、まあ、超える部分につきましてはです、ね、今回の臨時特例交付金の 対象としてもです、ね、園が独自にそれ以上に給与を改善するということであれば、交付対象になりますけれども、そうでなく、園がです、ね、令和3年度よりも令和4年度給与を上げないということであれば対象外という形になるかと思います私どもお話を伺っている園の関係者からはです、ね、当然、保育士の処遇を改善したい。 そしてそのためにそのためのねやはりあの園の事業計画となるように、ええ、努力をしたいというお気持ちでおっしゃっておられます。で例えばこれまであの例として言われてきたように現場の職員のところでの 賃金の引き上げにならないような扱い、これは当然あってはなりません。そもそもの我々が目指すところとは違いますから、そういったところはしっかりと監査し、そして指導をするというのが皆さんの責任だと思うんです。しかし、えー、いわゆるこれまでからも、もともと保育の現場というのは、ほとんど人件費比率が、まあ、6割、7割、当然いくわけです。福祉ののの現場といいうううは大方そそです、まあ、そういったところの ひ逼迫した状況が作られながら、ですねあの不安を抱えるような園が、これ、生まれてはいけないというふうに思うわけです。でそのあたりの一円一円の実態をしっかりとつかみ、そして、あの本当に、えー、より良い保育事業となるように、そしてその現場で働く、えー、保育士、 と、幼稚園、教諭などの処遇がしっかりと改善されるというところに、あの皆さんの仕事が向くようにということをあの改めて求めたいと思います。そういった意味でですね。やはり苦しんでいる園の立場から見ますと、あの京都市独自の補助金がやはり切られたというところのショックは大変。大きい、いまあ、このことは申し上げておきたいと思いますので、あの国交付金を。 活用するというためにも、京都市全体の保育水準を前進させるというところで、私はこの切られた補助金についてはです、ね、やはり財源が厳しいということをおっしゃってこられたわけですけれども、実際は十分子育て支援をもっと手厚くやっていける、私はそれだけの財力を持てているということが、改めて浮き彫りとなっていますので。 えー、このことをあのしっかりと検討いただきたい、で市長に対してはです、ね、やっぱり意見を述べるということが必要だと思います、これ、求めたいと思います、いかがですか本市の財政につきましてはあの、まだまだ厳しい状況にあるという認識の中で、ですね、まあ、限られた財源をまあ有効に活用するという観点から、あの新制度を。 として新たな制度を構築しているところでございますので、まあ、こうしたことをです、ね、踏まえまして、あのしっかりとです、ね、京都市の保育全体の底上げにつながるような形での執行をしていきたいというふうに考えておりますい、はい、これで最後にします、あのまあ、京都市職員としてもです、ね、まあ、大号令の下で何か切らなきゃいけないというようなことが、各局予算編成システムということで、えー、行われてきたわけです。 しかし、今求められている福祉の拡充、本当にそこにしっかりと立脚してです、ねあの、子どもの安全性が損なわれてはなりませんし、そしてそこで働こうとする、えー、保育労働者が安心して働き、そしてより良い保育の質を担保できる人材として育成される、養成されると、そういう現場をつくっていくということが何より大事でありますので、この立場に立って、 改めてこの本年度の予算の執行、このこ,こについては、あの見直しを含めてです、ね、えー、次年度に向けてのもう予算の,あの検討が行われていることかと思いますけれども、あのぜひ子育て支援を拡充するということでありますから、各園の実態、しっかりと聞き取りをし、そして保育園の実質をつかみ、そのためにも、 えー、子ども・若者育み局が、やっぱり人手不足というようなことでは、十分に現場の実態を把握することはできないと思いますので、そのために必要な体制も作るということを、私は心からあの求めたいと思いますす以上終わります、はい、この件関連しておかはございませんなことなければ、次にヤングケアラーの支援について、松田副委員長、どうぞ。 はい、松田副委員長すいません、え最後、8分間お付き合い願いたいと思います。えー、昨年度にあの実施されましたヤングケアラーの実態調査について、改めてその結果と課題について、お聞かせいただけますでしょうか。え古川子ども未来え若者未来部寄り添い支援担当部長 ヤングケアラーの実態調査についてでございます。これにつきましては、国の方で令和2年度,の2年度に、文科省と厚労省等で合同で、全国の高校生対象中学生対象に実態調査を行ったところでございます。これを受けまして、本市のおきましても、令和3年度に市内の中学生、高校生、そして一人親世帯、あと支援団体等を対象に実態調査を実施したところでございます。 結果概要といたしましてはです、ね、先行されたまあ国の調査結果と同様、一定のやはり割合で家族のケアをするし,たしているという、まあ、回答された児童・生徒がまあおられます。そののうちやはりまあ支援の必要な やっぱり世帯っていう児童が一部まあおられるということと、やはりまああのそのまあ背景といたしましては高齢障害、一人親また生活困窮とまあそういう複雑なまああ複合的なまあ課題を有しているというそういう状況が見受けられたところでございます。まああとまあそのような状況の中でなかなかやっぱり家庭内でまあ子ども自らがなかなか声が上げられない、またヤングケアラーのやはり認知度がまあ低いということで、周りの大人も気づなかなか気づか ないそれによってまあ必要な施策につながっていない、まあ、そういう状況が見受けられたところでございますあの本日といたしましてはまあ家族のケア、えー、家事手伝い等すること自体本当にまあその子どもにとって成長にとっても非常にまああの重要なまあ有意義のあることであるというふうに思っておりますがやはりそれが日常的に行われることでまあ過度な負担となって、えー、やはりまあ学習面であったり健康面生活面に支障が まあ、生じるという、まあ、そういうことはやはり課題であろうと思っております。また、ちょっと、まあ、あの、なかなか、こ、子供自ら声が上げられないということもございますので。やはり、そういう、まあ、周りの大人、きず、なかなか気づかないということで。ちょっと、まあ、そういう孤立感にもなるという、まあ、そこら辺については、やはり改善すべき課題であろうというふうに考えております。松田副委員長。あの、昨年から、まあ、このヤングケアラーについて、あの。 まあ光が当たってきたということもあってさまざまな課題がまあ明らかになってきたわけですけれどもそうしたあの今あのご答弁いただいたようにその課題についてどのようにあの今後取り組んでいかれるかお聞かせいただけますでしょうか。古川担当部長 はい、先ほど言いましたように、なかなか潜在化しやすいということで、やはり早期把握といいますか、早い段階から子どもの本人が相談しやすく、また周りの大人が気づいて支援につなげる、そういう環境づくりは非常に重要であろうというふうに考えております、また国におきましても、その実態調査を受けまして、令和4年度からこの3年間、認知度向上に向けて、集中の取り組み期間ということで定めております。本市におきましても やはりまあヤングケアラーがま身近な問題であるということもまあま感度を高めていただくということも非常に必要であろうということでまあ、認知度の向上を向けて取り組んでまいりたいと考えております。あの具体的にはまあの、えーまあのますでに各国首相あとまた児童福祉センター等に対してですねえポスえ国の作ってるポスターの掲示であったり、まあの。 またあのここ最近でございますけれども、ZEST、えー・あのス i k 池等で,です、ね、人権啓発の、まあ、パネルを、まあえー、展示したりと、それとまた、あとこの4月の末に、まあ、京都府さんの方であでヤングケアラーの総合支援センターを、まあ、立ち上げられております、まあ、そことも連携をして、ですね当セ,から当センターからはですね小学校4年生、中学生、高校生。 を対象に周知ビラを配布していただくなど、認知度の向上に向けて取り組んでいるところでございます。今後とも支援団体等を含めてです、ね、研修動画を作成するなどしたり、また支援の手引きを作成するなど、認知度の向上に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。松田副委員長 あの今、ポスター等々あの、周知していただいているということで、あとまた手引きと、まあ、研修動画っていうふうなご答弁いただいたんですけれども、あのその内容について、まあ、今現在決まっているようなことがあれば教えていただけますでしょし。はいいい挙手しててただ古川担当部長 はい、すみませんあの、まあ、現在から検討中でございますができるだけやはり分かりやすいといいますかあの支援団体さんの方がより気づきやすいようにヤングケアラーが身近にいるよということがまあ気づきやすいようあの、まあ、できるだけ短くコンパクトにです、ねえー、作ってですねそれと,あと支援の手引きにつきましても、えー、窓口がどこなのかとか含めてそういうまああのつなぎやすい、まあ、そういう制度づくりといいますかそういうことをまあ目指してまいりたいというふうに考えております。 はい、松田副委さまざまな課題が服装している可能性もある子どもたちの支援のためには、まあそのえー、関係機関との連携というのがまあ何よりも重要であるなというふうにあの思います。今後、この教育委員会等々の,あの連携体制の構築に向けたあの現在の検討されている状況をお聞かせいただけますでしょうか。古川担当部長 はい、あの、先ほども、実態調査等でも、結果でも明らかになりましたように、やはり、まあ、あの、その世帯に抱える課題というのは、まあ、障害であったり、一人親、また経済的困窮、まあ、さまざまな、そういう複合的な課題を持っておられます。おっしゃる通り、あの、やはり連携体制の構築というのは、非常に、まあ、重要であろうというふうに考えております。より、まあ、効果的な、まあ、支援の体制に向けまして、支援制度を、まあ、所管する、まあ、保健福祉局、また学校等を所管する、まあ、教育福祉委員会とも、連携を。し ながらですね定期的にまあ協議を進めながら、ですね今後ともまあ保健センター、また児童福祉センターとはじめ、関係機関がまあきっちりまあ自,、えー、自分事と,として捉えて、ですね、えー、役割分担をきっちり果たしながら、えー、市の支援の充実に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。松田副委員長あの本年2月に私どもあの議員 あの公明党議員団で子ども未来創造都市京都を目指してというふうに題しましてあの政策提言を行いましたその調査研究の中で元あのヤングケアラーのあの NPO 団体のあの常務理事の方にあのお越しいただきましてあの実体験を通したお話を伺いました。あのえっと私はまこうし またあの、方々の,あのお話を聞く中で、まあ、具体的なこのアプローチの仕方とか、また支援の在り方があの、どのようなものが一番効果的なのかとか、あのそういうことがあの見えてくるのではないかなというふうにあの思います。あの今、支援者とのお話も協議する中でというふうにご答弁いただいてたんですけれども、あのどのぐらいの団体の方とかあの、具体的なことがありましたら教えていただけますか。古川担当部長 はい、あのまたすみません、ちょっと当事者との具体的な協議というのはなかなかのありなんですが、まあ、の今回の人権啓発のパネル等も通じて、当事者の意見を聞きながら、またあの自主的に、まあ、あの事業としてその、当事者のいろいろお話といいますか、そういうことを進めておられる民間団体民営団体もおられますので、まあ、あの官民の枠を超えて、ですねということで、まあ、連携しながらあ対応していきたいというふうに考えております。松田副委員長 あのぜひともあのとても私たちも勉強になりましたのでお願いしたいと思います。えー、以上で終わらせていただきます。はい。えこの件に関連して他にございませんか。はい。ではなければ以上で子ども若者育み局を終わります。えリディお疲れ様でした。え委員の皆さんはしばらくお残り願います。えまず本委員会の下都市調査についてでありますが、え8月24日の水曜日から 26日の金曜日の日程で、福岡市において SOS 子どもの村ジャパンの取り組みについて、エドロンコ保育園においてエドロンコ保育園の取り組みについて、NPO 法人放牧において希望のまちプロジェクトについて、鹿児島県南九州市の知覧特攻平和会館において平和教育について、それぞれ聴査することといたしますので、ご予定のほどよろしくお願いをいたします。 なお出発日の8月24日の水曜日は午前8時45分に JR 京都駅1階の新幹線八条口改札前にご集合願います次に次回の委員会でありますが9月7日水曜日に開会をいたしますのでご予定のほどよろしくお願いをいたします以上で本日の委員会を参加いたします委員の皆さんお疲れ様でした